沢鉄のいや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 、なんかあの昔の目が飛び出るおもちゃみたいでした。あ、今のこのパフォーマンスが、あ、そうそうそう、ありましたよ、なんか目がピョーンって出るやつ。あ、ケントデリカット系ね。なんですかそれ。はい、ギャップ、朝一から、朝一じゃないや、ギャップ。収録がね、朝なんですよね。す、放送は夜ですけれども。そうでした、そうでした、そうでした。ね、まだあの最近やっと暖かくなってきて、なんか嬉しいですね。そうですね、もう半袖できましたから。お、本当だ。はい、でも哲さん年中半袖じゃないですか。いつもなんか小学6年生のように思われるんだけど、そんなことないから、寒いから。腕粉吹いてる子ね。だいぶ吹いてない。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、よかった。はい、はい、まあ、本日もですね、サッカー好きの加藤沢子と、はい、川越でイテランカフェ、ブライトンカフェやってるエビズです。よろしくお願いします。お願いします。今日はゲストさんがいらっしゃるそうなんですが、いや、もうね、圧がすごいね。あの、結構圧が多くのゲストさん、フライングされる方もいらっしゃいますけれども、うん、きっとうずうずしてる表情ですよね。そう、ちゃんと待ってんだよね。もう待ってますね。あの飼い犬がこう待って今餌をこう持ってるのを、もうくれくれって、早くくれって。拍手もね、音立てないようにやってたから。さすが、さすがですよ。早く紹介しましょう。じゃあ読みますよ、ちゃんと。あ、出てきた、出てきちゃった、出てきちゃった。はい、では本日のゲストをご紹介します。はい、日本愛犬代表の小野真一郎さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小野ちゃん、どうも。はい、我慢してました。お二人のオープニングをこうちょっと眺めてね、どこで入ろう、どこで入ろう、ちょっと声の圧がすごいですね。声の圧がすごいし、もうなんかね、もうセントバーナードがよだれだらだら鳴らしながら、もうこっち見てるから。どんな例えやですか、それは。例えが難しいな。もうガル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 って。もうね、今日はいっぱい小野真一郎さんのいろんな話をお伺いしたいんですけど、はい、もう、はい、もう、はい、小野ちゃん、日本愛犬、はい、の代表ということなんですけども、はい、ちょっといろいろいろんなイベントでは会うんですけども、うんうん、あんまり小野真一郎さんの、あのプロフィールだったりがあまり詳しく知らないんで、ちょっと自己紹介がてら、はい、お願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。あの、日本愛犬という会社を、2021年11月に設立しまして、はい、法人設立今2年目です、うん、コンセプトは日本中に出会いと体験を、まあ、愛犬、出会いの愛、はい、経験の犬の愛犬でございます、うん、はい。で、まあ、そのコンセプトで今事業3つやっておりまして、はい、まあ、1つがフットサルコートの経営、もう1つがフットサルクラブの運営で、最後によくこうイベントの現場で会う、まあ、日本愛犬、愛犬広告と呼ばれる部署で、まあ、その3つの主にスポーツビジネスに特化した出会いと体験というものをコンセプトに事業やってます。すごいすごい。それ2021年に始められたっていうことですけれども、はい、どういったきっかけで始めたんですか。はい、あの、僕は今39歳になるんですけど、もう新卒で就職した1年目からずっとフットサルのコートだったり、フットサルの大会を運営したり、フットサルのイベントをね、こう受け負ったりとか、まあ、とにかくフットサル屋としてもう17年会社員から会社役員やったりとか、まあ、いろんな、キャリアを経てですね、17年間やってきたんですけど、まあ、その中で得たのが、こうスポーツがやっぱりこう人を動かす、まあ、心を動かすっていうものにやっぱ特化してるなと、やっぱこの感動をもっと多くの人と、まあ、シェアしたいなと思って、まあ、フットサル屋から、まあ、スポーツ屋さんに、まあ、成長したいなって思って、まあ、自分で独立起業して、まあ、そこの一つである、まあ、広告の部署にチャレンジして、まあ、それぞれこうフットサルのね、現場、スポーツの現場をですね、もっとこう光り輝かせられるような、まあ、活動して、まだ1年目で奮闘してます。へえ、すごい。フットサルというかフットボールへの愛情をすごく感じたんですけれども、うん、はい、小野さん自身はどれくらいからサッカーとかフットサルに関わっているんですか。はい、僕はサッカーは中卒です。中卒、悪っすね、悪だね。高校は帰宅部、
あ、中卒でサッカー辞める人は大体悪だからね。悪、うん、まあでも高校大学は行ってますからね。あの部活サッカー研究が中卒で。あ、なるほど、なるほど、はいはい、言い方悪かったな。でもそういう中どこでサッカーをまたこう芽生えたというかやろうとか。まあ、そうですね、大学でサークルに入って、でそこで、まあ、いろんな、ね、遊びを手出したんですけど、まあ、仲間と立ち上げたフットサルサークル、まあ、それは非常に楽しかったっていうのが一点あるんですけど、まあ、トータルとしてもう大学行ってる中の僕の経験の中で仕事するなら何の仕事だろうって思った時に、やっぱりずっときちんと勉強してこなかったタイプなので、僕はやっぱ遊びとか、まあ、楽しい仕事をしたいなって思ったんですよね。でそれで僕の大学生活4年間を振り返った時に、まあ、何が残ったのかなって考えたら、まあ、人と話すのが好きだなっていうのが残ったんですよね。まあ、その手法として人と話す仕事が好きで、まあ、どんなことができるかなってなった時に、こうちょうどその時はフットサルの審判のバイトとかフットサルの大会がすごく多かったりとか、まあ、そういった身の回りで多くそういうフットサルのワードを聞いてきたので、まあ、人と話すのが好きでどこまでいけるかっていうのをテーマに、その時立ち上がったばっかりのフットサルの会社に就職したっていうところなので、なんかめっちゃがっつりサッカーですっていうよりかは、もう人と話すのが好きでこうコミュニティになるのが、まあどっちかっていうと好きで、今の仕事が続いてるって感じですかね。なるほどね。こういう入り口でこうサッカーにこう入ってくっていう方もね、大体ほら J リーガーで J リーガー終わってからスクールやったりとかが、まあよく聞く話ですけども、はい、そういう体験からもうフットサル芸人という形で、はい、芸人あ、すごい今のツッコミ本物でした。一応ね、はい、一応細々 SNS やらせてもらってるんでSNS、ね、現場はちょっとね、あ、いや、そう、もうこれ、あ、これカメラありますからね、ちゃんと、予習してきました。あ、結構ね、動画映ってる人もいましたね。あ、そうですね。なんかSNS 先ほど見させていただいたんですけれども、先日朝霞で行われた ACT プロジェクトで司会されてましたよね、はい、それはまさか加藤大好き、ゴゴフトファミリーの加藤大志のあれですよね、はい、あ、そうです。ゴゴフトファミリーっていうまたコミュニティがあるんですね。あ、もう出てきた方はもう勝手にこちらからファミリーという、おー、そうなんですか、強制加入入れるんですか、はい、本日から加盟です。フットゴルフとかああいう大会のコンペとかにお誘いを、あ、言ってたな大志くん、なるほどなるほど、誘ってくれるんですか。もちろん、あ、フットゴルフね、やったことないんで。ないですよね。あ、ぜひ、もうゴルフとファミリーはこういういろんなファミリーで楽しんでいくっていう、はい、そこで司会やってもらっていいですか。いいですか、いいですか。ゴルフ場で司会って大丈夫なのかな。大丈夫です。マナーのスポーツの中、大丈夫です、大丈夫です。フットゴルフは結構多分普通のゴルフよりはフランクですよね、うん、大丈夫なんだ。はい、わかりました。あれぐらい広くないとやっぱこううるさくなっちゃうんで、僕は。まあ、そうですね、はい、もう芸人なんで。芸人話し合って戻ります。芸人枠で。あ、そうか、はい、戻りましたが、失礼しました。その ACT プロジェクトみたいで司会するみたいなのは結構今までもされてるんですか。もうきっかけはもう僕がメガホン持っていろんなフットサルの現場で審判やりながら、おっと取った取ったとかこう実況やってたんですよ、メガホン持って。それはご趣味で。まあ、僕のこうさっきのフットサルコートの事業とか、まあ、こうフットサルのイベントの現場の仕事は多かったので、あ、そういった現場の中 で、まあ、どうやったら爪痕残せるかなって考えた時に、こうめちゃくちゃいつもね、いつも声出してるんで、まあ、それ分かる形でこうメガホン持って、ね、こういろんな参加者の方をこう実況してたきっかけで、あの ACT プロジェクトの、まあ、現場でもやらせてもらうことになって、基本はこう運営がもちろん仕事なんですよ。あの日はこういろいろ朝から晩までこう運営スケジューリングして、そう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 っていう裏方の仕事はやってるんですけども、はいはい、裏方の仕事の中なんかこう実況があるっていうことだったので、あ、じゃあ俺も入っていいですかみたいな感じで、もう当日現場で立候補したっていう感じです。あ、そうだったんですね。もう前もって段取りがあったわけではないです。さあちゃん、さあちゃん、もう出たがりの芸人っす。そういうことです。そういうこと、そういうこと。いやでもすっごい慣れてるなって思ったんですよ、聞いてた時に、はい、それはあのイベント現場での積み重ねがあったからですね。その通りでございますよ。メガホンを持ってこうやってきたのが、その通り、そういう培ってきたあの盛り上げ
スキルを。その通りですよ。あ、いいですね。でも爪痕を残すっていう考え方はなんかスポーツマンシップに近いですよね。いや違いますよ、芸人です。ひな壇でひな壇で出てくぞ出てくぞ。そっちか。ひな壇から MC にいつかは行きたいって。ひな壇から MC にもう MC にやられてるわけですから、もうそれでいきましょう。もう芸人、絶対芸人に仕立て上げてってしょうがないんですよ。きっと MC さんは。いやもうだって、はい、本当そういうぐらい、はい、もう圧ってあのね、あの違うの人とこの熱量が現場での。なんかそれよく言われるんですけど、うん、あんまり意識ないんですけど、圧がこうフィルター越しに伝わってますか？うん、伝わる、すごい。でもなんか私が見た時は、歌のお兄さん感ありました。わかります？歌のお兄さんね。なるほどね、うんうん、なんかあのハイテンションで、うん、こう周りの子供たちを巻き込んで、はい、場を盛り上げるみたいなものを感じました。いやもうまあ得意ですよね、うん、すごい。それはもう天性ですか？確かになんかこうなんとかスクールに通ったわけではないので、うん、すごい現場の経験からなる、うんうん、今の小野伸一郎ですかね。うん、天性だと思う。なるほどね、すごいと思う。すごい。まあでもこういうふうにイベントでいろいろこう盛り上げてきて、でそういう MC とかそのねえっ、ー、となんだ進行役とか、はい、いろいろやられてて、なんかどんどんなんかあれですよね、イベントマスターに川越川鶴ヶ島かもしれないですけども、川越です、はい、ですよね、はい、もうマスターですよ、みんな知ってますよ。すごいマスター、マスターよ、帝王みたいな。あ、それは嬉しいな。でもそうなったら嬉しいですよ。みんな知ってますよ、サッカー関係者の川越の。すごい。でもなんかあのイベント、そのなんか出会いと体験っていうので、はい、そのイベントをやられてるっていうことだったと思うんですけど、はい、具体的にどんなイベント？主にあの、ま、今週末で言ったら確かにこうフットサルコートが、本当ちょっと専門的な話になっちゃいますけど、僕があの運営させてもらってるフットサルコートはサッカースパイクが OK なんですね。おお、珍しいね。珍しい。でそれをフットサルコートの部署としてはそれを売り出していきたい、広告したいって思ってるんですよね、うん、で僕はこう愛犬広告って広告の部署がありますよね。よし、じゃあこれを宣伝しましょう。よし、じゃあどうやって宣伝しようかなって思ってきた時に、ちょうど今週末はあのね、こちらのラジオ番組も出演された MC 慎吾さんとか、あ、ね、ちょいまねジャパンさんの、はい、あのこうブランド力を生かして大会やってイベントやって、そのサッカースパイクが使えるっていうコートを宣伝していきましょうということで、広告目的でイベントやりますっていうのが今週末。その場所は、鶴ヶ島のフットサルリゾートさん、はいはい、だそういう、こう仕掛け人をやったりとか。で再来週はちょうど歴代最多得点を叩き出した J リーガーの佐藤久人選手を お招きして、今度はこう地域の人たちが課題として、あの鶴ヶ島地域っていうのはサッカーのプロとかそういったことをゲストとして呼ぶサッカーイベントが本当少ない、本当ないような地域だそうで、う地域の子どもたちにそういうプロを経験された方の、まあ、指導だったりとか考え方の機会を作りましょう。あ、素晴らしい。という方がいらっしゃって、よし、じゃあそれやりましょうってなって、まあ、そのためにはどうしたらいいかな、子どもたちの参加費はじゃあ無料にしましょう、うん、その代わりにじゃあこう企業のスポンサーを集めて、ね、こう宣伝できる場を作りましょうとか、こうイベントを設計して、その再来週はイベントがありますとか、まあ、まずはこの地元のね、うん、密着型のイベントばっかりですけど、まあ、そういった形で今までやってた参加者と主催者ってこう二軸のところから、もう少しこう第三者を巻き込んだようなイベント、スポーツイベントをまあ企画したり運営したりしてます。へえ、すごい、すごい、素晴らしい。あ、そうですか。地域貢献、うん、ね、まあ、もちろんビジネスとしてやってますからね、それがね、いろんなところでこう、ね、お伝えできたらいいなって思ってますけど、まあ、そんな活動の中で僕自身をブランディングして、大野慎一郎っていうところでうるさいやつがどこにでも現れるみたいなイベントやってますとかっていうようなことも、まあ、一環としてやってるみたいな感じですね。すごい、ね、めちゃめちゃ設計されてますね。本当ですか。なんかすごい、ね、第三者まで巻き込んで、ね、
今みたいなイベントって、まあ、最後に番組の最後もなんか広告してもらいたいんですけども、これ誰でも参加できる、それとも鶴ヶ島限定とかそういうのは決まってるんですか？一番最初に言った3月11日のサッカー大会の方は誰でも参加できます。サッカー大会は誰でもできる、はい、はい、もうゴゴフトさんで1チーム作ってほしいぐらいですね。おー、あー、いろんなゴゴフトファミリーで、ゴゴフトファミリー、失礼しました、ファミリーで、はい、いいですね。沢ちゃんお願いします。10番で、私10番、もう最高ですよ、いいです、ぜひお願いします。あの立ちんぼの10番で大丈夫そうですか？ダメですよ、ね、キーパーですよ、キーパ ー、ゴール前にいてくれればね、沢、うん、ちゃんがキーパーだったらみんなあんまシュート甘々かもしれない。いいですね、いいですね、うん、ちょっと本気で打って、うん、みんなでブーイングしたり。確かに、ぜひお願いします。一応あの放送が17日なので11日過ぎちゃうんですけど、はい、そういうイベントは結構定期的に行われてるんですか？やってます。お、来年度も徐々に入ってきてますね、スケジュールが。なるほど、はい、まあ、でもあの佐藤久人さんを呼べるっていうのは相当の、うん、いや僕自身じゃなくてね、いろんな人が関わってね呼んでくれたっていうのがあって、僕はこう設計したのまでにすぎませんけど、でも地域の人たちにとってはね、いい機会ですよね。いい機会ね、無料ですから。やっぱね、子供たちもプロの選手に会えたら間違いないですよね。モチベーションというか、うん、あ、こうやればいいんだみたいな指標ができるし、うんうん、はい、それで地元が盛り上がったらもっといいですよ ね。間違いないですよね。そういうインスピレーションってどういうところから出てくるんですか？ひらめきってことですか、インスピレーションって？なんかそうです、なんかその企画の、うん、じゃあこういう風にしてここを織り込もうみたいなのって。確かに、まあ、アイデア力はある方じゃないとは思うんですけど、でもやっぱり今までの経験から、あ、こことここをつなげたら面白いかもなとか、あ、こういう課題に対してはこういう手法が解決なのかなとか、まあ、こうそういう計算はするかもしれないですね、うん、すごいですね、うん、すごい楽、なんかもう聞いてるだけで楽しいし。本当ですか？だってね、まあ自分でほら佐藤久人って言ったらもうね、誰でも話、子供じゃなくてもどうやって点取るコツと か世代ですよね、我々本当に、ね、本当に世代だし、いつも得点取ってんだから、あの後ろ見ざまからボレーで決めたりとか、ね、印象残るゴール で、なんかちょっと気になったのは、スパイクで、サッカーのスパイクでこうできるフットサルコートっていうのは、これ日本でそんな多いもんですか？ちょっと知識がないんですけど、ね、あるとは僕も思うんですけど、特徴としては大体フットサルコートっていうのはそのゴムチップって言われる、ね、うん、こうクッション材みたいなのがこう入ってるんですよね、うん、それがないんですよ、僕の運営しているフットサルコートは。ですので、ゴムチップがないと、ね、はい、まあ、ないことによって、あるとやっぱりスパイクでこうね、いろんなとこ踏んじゃうと、そのゴムチップが多分偏っちゃうから、スパイクがダメですよっていうコートが多いと思うんですけど、まあ、それがないがゆえに、スパイクでどこ踏んでも、あの人工芝がこうね損傷することがないので、まあそういったところからスパイク OK なんですけれども、そのゴムチップがない人工芝を使っているフットサルコートとか、そういうサッカーコートはまだまだ少ないと思いますので、まあそういったところから見るとあんまり日本でもないと思いますね、はい、どっちかというと最新の方なんですか？そうです、そうです。あ、すごい。だってあれですよね、ゴゴフトファミリーでもあの出演してくれたフォールさんのサッカーチームと、はい、ね、あのチーム契約っていうかこうやってますよね、はい、自分のスタッフもあのフォールさんの一員なんで。お、そうですか。ブライトンスタッフがで、そういうのをインスタで見たんで、でってことは彼らもじゃ普通のスパイクやってるって。そうなんですよ。あ、すごいね、それはすごいですね、うん、多分全然違う、スパイクとじゃあとされすぎてまた感覚違うから。そうですよね、すごい自分で言うのもなんですけど、多分喜んでくれてると思います、フォールサさんは。へえ、はい、これなんかね、大々的にいろんな風に言ったら使いたいサッカーチームいっぱいいるんじゃないかな、ね、うん、か鶴ヶ島にそういったコートがあるっていうことすら正直知らなかったです。ありがとうございます。だから来たんですよ。そうなんですよ、オノシンが、はい、ここでつながるとね。ね、フットサルコートとかね、こうスポーツの人たちって、まあ、おっしゃる通り広告宣伝苦手なんですよね。こうね、会員数増やしましょうとか、シフトをこうしましょうとか、こう内側のこう内製化で
ぱりこうすごく時間を取られる中、もうそ外部候補が苦手だなっていうのはこのフットサル屋の時に気づいて、だからこそこの広告事業を僕は立ち上げて、まあ、スポーツ界の、ね、宣伝マンじゃないけど、まあ、そういった位置づけで活動できればいいな、活躍できればいいなという思いもあって、こう愛犬という会社を立ち上げたっていうのもあります。素晴らしい、ね、だら勉強中ですよ、僕も勉強中。足りな い, そう足りな い, 足りないエッセンスを入れたいっていうところですね。絶対課題だから、みんな実に向いてるから、こうスポーツの人は特に、まあ、確かに意外とね、盲点というか、そう悪気はなくとも、そう悪気はなくとも、なんか抜けてますよ ね, ねもうなんかね、話してるとちょっと自分の 目のいろいろこうかっこいいジャケットを着てるんですよ。何をおっしゃってるんですか。作りましたよ。いやいや、すごいかっこいいなって、一番上にはあのゴレアドールさんがあって、そうですね、まあまあこれもうね、川越でお店もありますから、ね、あります、お世話になってるブランドさんで、ブライトにもよく来てもらって。あ、そうですか。もうよく来て、先日も湘南のサッカー選手、はい、連れてきてくれて、はい、ブライトのインスタでもそろそろアップされると思うんですけど、おお、それが一番上に来てるんで、もうあのご出演はされてるんですか、ブライト。いや、誘ってるんですけどね、はい、あの担当者にはぜひ来てくださいって。あ、じゃあ多分あの結構面白い方で、森部ちゃんって方なんですけど、うん、昔女子フットサルのこうアイドルのフットサルが流行った時のアイドルチームにも所属してる方ですから、うん、あ森部さんじゃ、いろいろ担当、いろいろ、あ、そうですか、はい、女性の多分この番組としては多分コンセプトに沿った方だと思いますよ。フットボール好きですから絶対。おお、誘いましょう。ねえ、ねえ、すぐでまたつながるし、ね、出会いと、すごい体験名MC ですねすごい名MC だな、やっぱりいい振りだったな。面白いな、やっぱ僕一回恵比寿さんが実況 MC をされてるフットサル大会に僕参加したことあるんですよ。あ、あの時の、はい、FB モーゲージスタジオの時に転んだやつですね。はい、血が出したやつですね、はい、もう僕がもう身振り手振り動くだけでもう全部突っ込んでくれて、へー、はい、いやいやいや、面白おかしく、いやいや過剰だからビラってもう俺を拾ってくれ拾ってくれまあそんな演出もあったかもしれないですけど、もう全部ちゃんとこう逃さずにね、いやいや MC してくれて、いやさすが、いや楽しかったですね。ね、あ、僕もああいうのはね、実況っていうかね、うん、おのちゃんとか違って初めてだったんで、でも面白かったですね。どっちかでもプロですよね、恵比寿さんの方がね。いやいやいや、哲さんも数年後おのしんさんみたいにやってるかもしれないですよ。いや、俺も出会いと体験をおやりましょうよ、なんかいいですね、はい、いやいや、もうすごいですよ。でもなんかブライトンカフェさんもそういうのが理念にありそうなこう雰囲気を感じますけどね。そうですね、やっぱりこの飲食業なんで、はい、出会いっていうのは常に毎日そうですよね、ね、そう、だからそこになんかサッカーとかとこう一緒にこうコラボレーションできたらいいなっていうのもあるんで、うんうんうん、多分同じようなフットサルコートの、だからあれですよ、一緒になんかやったら化学反応でケミストリーですよ。お、ではここで一曲うまい、うまいな。で今本当はあのね、番組の前に、収録前になんか流す音楽考えた時に小野ちゃんに何の曲カラオケで歌うのっつってケミストリーって言ってたんでね、すいませんね、こう、うん、ね、若い方にはあまりこうピンとこないアーティストだと思うんですけど、ケミストリーは分かります。あ、そうですか。でも曲どんなのがあるかって言われると出てこないですね。あ、まあ結構バラード系だよね。そう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 、なんかこう宴会の懇親会で歌いにくくて、あ、ケミストリーはね、そうちょっと聞かせる感じだからね、なっちゃうから、なんかこういう感じの曲は意外と曲のレ歌う方としてはレパートリー持ってないんで、カラオケ入れる曲はいつも悩みます、ね、あ、確かになんか変わります。歌える歌と好きな歌違いますよね。そう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 、なんかね、せっかくこの今歌の流れだからね、一回ちょっと曲をね、はい、わかりました。おもちゃの好きな曲、はい、一回挟んでもいいんじゃないですかね。そうですね、はい、では行きましょうか。はい、じゃあ、はい、曲紹介お願いします。はい、ライムスターで The Choice is Yours をお聴きください。どうぞどうぞ。ライムスターで The Choice is Yours をお聴きいただきました。じゃあこれ乗れる乗れる、これはね結構ハングリーな曲で、僕結構ハングリーな曲が好きなんですよ。
ハングリーな曲。この曲はもうタイトルの通りもう選ぶのは君だと、うん、もう君が全部君が選んだ道じゃないかと、うん、だからいい、ね、あのそうもう全部自分に矢印向けろよとか、うんうん、まあ、そういうメッセージがある曲で、結構そういう曲を今まで好きになってきたんですよ、うん、そのうちの1曲です。もうライムスターとかも僕たちは世代なんで、私初めて聞きました。ビーボイズムとか昔で言うと、分かんない、ね、今で言うと何に近いですか。3人組で DJ やったりして盛り上げるから、ね、あれだね、解散しちゃったけどファンもみたいなイメージ的に、まあ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 、そうですね、まあ、そうそうそう。あと今だとあれだっけ、あの髪の毛長い人たち、江口洋介、髪の毛長い人たち竹田、名前出てこなくなっちゃった。3人ですか。いや2人でさ、この DJ やってる人とさ、髪の毛長い人、こう先に出てるから。キングヌー4人か。あ、キングヌーじゃないね。まあ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 、ちょっとね、曲の話いろいろしたくなりそうなんだけどもね、収録がありますから、うん、戻しましょう話を。そうだ、ね、話戻して、はい、収録があります。今収録です。ちなみに失礼しました。そうっすね、はい。そう、あとはおばちゃんの個人で SNS やってるっていう話聞いて、はい、なんかどういうことをやってるかっていうのをちょっとお聞きしてもいいですか。はい、ありがとうございます。まあそれこそ、まあ、日本ワイケンっていう会社ができてね、広告発信が苦手っていうね、課題を解決するっていうところも、まあ、僕らの会社のコンセプトである中、まあ、宣伝できる、まあ、コンテンツは何かとなった時に、まあ、一応38年生きてきて、まあ、お二人が今言っていただいたように多少キャラが立つねと言っていただいたこともあったので、じゃあせっかくだから最初はまず僕を広告塔にして、僕をブランディングして SNS を通じて発信していってもいいのかなと思って、まあ、いろんなイベントの実況風景とか、時にはイベントの裏側とかを、まあ、紹介するような、もうやかましい男おのしんみたいなキャラで今インスタグラム YouTube、を中心にですねやってます。すごい。 YouTube って自分で撮って編集もされてるんですか。ちょうどね、仲間がいるので、あのこう編集とかは、撮影とかは来てもらって、もう僕はもうただ演じるだけで。なんかキャッチフレーズみたいの、あのやかましい男みたいな、なんかね、どこでも現れるおのしんこんなところにもいるんですかみたいな感じで、いるに決まってんじゃんみたいな、もうすでにそれあると思う。うまいんでしょ、そのコーディネーターも。なるほどね、どこでもいますよと。いますよと、はい、もうスポーツの現場ならどこでも現れるっていうようなキャラクターでやってます。なんかあのインスタグラムのプロフィール拝見させてもらってるんですけど、はい、三度の飯より思い出を。はい、まあ、俺ね、めっちゃ飯食うの好きなんですよ。要はめっちゃ飯食うのが大好き。すごい趣味満腹と言ってもいいぐらい、ね、満腹、趣味満腹、満腹を、趣味満腹やばい、そうっていうぐらい食べるのが好きなんだけど、それより思い出の方が好きだぜっていうことを言いたい。なるほど、なるほど、はい、思い出作りに携わったり、そう、そういうのが大好きだと。そういうことです。こんなに大好きな飯より好きだぜっていうことですね。川越一熱い男。熱いよ、マジで熱いよ。いや、それは分からないけどね。もしかしたら小野伸さんが離れた時は川越の天気崩れるかもしれないですね。あの多分それぐらい、行くとこ行くところなんか晴れてるみたいなイメージはあるけど、ね、特集してよ、そしたら。ちょっといない時、そしたら、いや、じゃあやるやるやる。いいですか、常に、ね、密着、ね、密着、密着、はい。天気予報とかないんですか、この番組は。ないないない、天気予報ないですね。雨だったらね、ちょっと小野伸さんいないのかなとか一言言ってもらって、ね、あ、そうだね、嬉しい。確かに、あ、でもこれからちょっとそうしてこう、なんかあると、あの今日の川越の天気みたいな今日の晴れ男いないねって。え、あの気になるのがトップ画像が、はい、なんかあの赤い全身タイツ履いてるように見えるんですけど、はい、これは小野伸さんで間違いないですか。そうです、芸人じゃない。すごい。え、これは何のイベントですか。これなんかのこう表彰式みたいなイベントで、表彰式、みんなスーツの中、僕だけタイツを着させてもらったんで、まあこのコーディネーターさんと相談して、まあ、パッてね、プロフィールでパッと僕のキャラクターが分かるっていうところに今回今この写真を設定してると。やっぱね、強心臓
いやだってみんながスーツで着る、ね、スーツ着ている、ね、まあちょっと厳かな雰囲気のところに全身真っ赤なタイツの、うん、すごい、そうです、まあ、強心臓だしさすがだよね。でも俺こういう人本当すごいと思うんだよね、まあ、もうぶっ飛んでってほしい、どんどんあすごい、でもすごいいろいろな投稿されていて、ある日のオノシンとかありますよ。ある日のオノシン、なんだその興味をそそつい押したくなるような押したくなる、これダメだ、ある日のオノシン、おさらいです、戦略ですかこれ、うんうん、例えばこれなんだろう、ちょっとそれ警察のやつ、警察のやつかな、なんかそれやけにこうリール回ったんだよな、うん、今ですねインスタで呼ばれてもいないのに小猿の実況にお邪魔しております。あ、じゃあそれは日頃の私ですね、それこそさっき言ったようなやつですね。へー、あ、これをやっていて司会業っていうのがなるようになったとね。でそれ見て僕んとこでもやってくださいって結構話もらうようになって、へー、これが多分あれなんだろうね、あの味噌っていうか、呼ばれてないのに勝手に実況してるっすよね。はい。それが肝でございます。勝手に実況。これはね、そうやってる人いないと思うよ。うん。うん、お客さんびっくりしてますよ。だって呼んでないんだもん。はい。急にいるってことですもんね。うん、だからね、鶴ヶ島フットサルリゾート使われてる方は。ね、当たり前かもしれないけど、はい、その光景がある日のノシンが当たり前だかもしれないけど、うん、ちょっと知らない人が来た時にはまあまあって勝手になんか実況してきたよっていう風に、うん、しかもメガホンって、はい、あの100円ショップとかに売ってるメガホンかと思いきや、ちゃんとあの長距離走の時に先生が使うような、ね、ガチのやつ、ガチのやつで声でかくなるやつなんですね。そう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 、びっくり。左手にはこう心配の笛持って、右手にはメガホン持ってる時ありますからね。もうこういうね、忙しい、そう、もう呼ばれてもいないのに勝手に実況やっちゃってね。そうだった、そう、この間のフットサル、あの川越の商工会っていうところで、はい、やらせていただきましたね。フットサル大会があったんですけども、もう得意ジャンルでございました、あの時は。ある日のノシンはやっぱりもう笛とメガホンみたいな感じで両方駆使しながらやられてたんで、はい、すごい。ご自分がされるっていうことはないんですか、結構その実況でいくっていう方が圧倒的に多いんですか。そうなんですよ、あのもちろんボール蹴るのも大好きなんですけど、おだんだんやっぱりこうプレーで目立てなくなってきているんですよね。だからこうとあるフットサルの会場でも最初はボール蹴って楽しくやってるんですけど、なんかちょっとだんだんこう目立てなくなってきたなって思った時はすぐごめん俺ちょっと実況やった方が多分役、みんなの役に立てるからさとか言ってすぐ実況やります。それは目立つか目立たないかがあの考えのポイントなのがフォワード的な発想、そうですね、はい、ゴールにシュートじゃなくて心にシュートをしたいっていうね。心にシュート、はい、うまい、なるほど、はい、おのしいいですね。まあそういうインスタとか、はい、いろんなことで、はい、をやってってるというのがその SNS での活動。そうですね。いや、もうやってみてどうですか。いろいろこう反響もだんだんなんかフォロワーだったり何か増えてきたりして。ねえ、やっぱりこう僕39でこういい親父が何やってんだっていうふうにやっぱ思ったし、やっぱ恥ずかしいとかありますけど、やっぱりこうやったもん勝ちって言ったらおかしいですけど、やるとこう例えばこう。まさに仕事のためにやってるので仕事もらえたりとか、 SNS 見たことでこういう会話が生まれたりとか、ね、こうちょっと元気もらってますまでは言い過ぎですけど、まあ、そういう、ね、声をいただいたりとかした時に、おやってよかったなってしかないですね、本当ね。やんない方がよかったはマジでないですね。すごいね、まあ、フォロワーとか全然少ないですけどね、少ないけど、まあ、自己紹介にもなります、仕事で、まあ、そうだね、はい、そうね、あここ見てもらえればどんな人かすぐ分かります。そう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 、それが大きいかも、言われてみれば。素晴らしい、新ジャンルですよ。自己紹介に特化してるっていうのもすごいし、はい、まあもちろんでかいイベントも、ね、はい、やると思うんですけど、はい、ぜひこの話聞いてたらリスナーの方も一回とりあえず一回フットサルリゾートの鶴ヶ島行ってみようってなるんじゃないですか。いや思ってほしいですよ。でも、はい、これ聞いたリスナーが、はい、鶴ヶ島のねフットサルリゾート行った時に、はい、おのしんがいなかった時はこれは残念がありますよ。確かになるべくちょっと
なるべくいるようにします、ね、どこでもいるのが小野伸ですから。そう、はい、で勝手に実況してくれるらしいんだよねつって言った時に、はい、もし勝手に実況してきたら、ね、みんな盛り上がりますね。確かに出たーってあーなるべくいなくちゃいけないですね、うん、確かに。そういったイベントって結構子供向けがやっぱり多いんですか？子供向けもあります。佐藤久人さんのイベントは子供向けですし、うん、フットサルではそれこそ蛭子さんがおっしゃってたようなこう大人の皆さんの交流事業でもフットサルって使えるので大人がボール蹴るようなイベントもたくさんあります。え、そういった場でもやられるんですか？やります。すごい、すごいな。例えば相手にこう偉い人がたくさんいたとしてもフットボールの場では関係ない。あ、もうピッチの上じゃもう関係ないと。ね、そうですよね。この間もだって商工会もだってね、まあ、これはいろんな町を代表する方ですよね、はい、そのね、ずっと頑張られてるってその、ね、はい、あやってきてる方がいる中、まあ堂々とした自己紹介から、はい、素晴らしい、すごい、ね、うん、今度はあの、ね、フットサル大会がねできたらいいんですけどね、サワコがねちょっとそうな、スポーツが苦手なんですよ。あ、そうなんだ。でも MC とかで来たら華やかになりません？なんかこうね。本当ですか？はい、あ、でもダメですよ、玄人的な発言をどんどんしますよ。あ、そうなんだ。はい、もうそっちが戦術がそっちが専門家なんで。え、あ、じゃあ見るはやっぱそうか、番組やられてるだけあってサッカーめちゃくちゃ好きなんですよね。あ、そうですね、そういうことですよね。見るの本当に好きです。へ、できませんが。あ、そうなんだ。はい、え、蛭子さんとはどういうおつながりなんですか？もうタレントの方なんですか？いや、あのあれですよね、本当にこのラジオ川越でサッカー番組をするってなった時にプロデューサーの武井さんがつなげてくださったんですよね。そうです、あのもともと今日はゲストで来たあのコンビの、うん、エビテツとサワ、サワなんで、はい、今 MC なんで。いいんですか、入れ替わっちゃって。あれ、お二人の馴れ初めからじゃあちょっとねお聞かせいただいてもいいですか？そうしたらねそうだね、今そういう感じでこうなってて、はい、そうなんですよ、そういうところで、まあ、出会って、ね、このラジオで出会って。あ、ラジオで出会ったの。そうです。で、ビビッと来て、もともと知り合いだったっていうよりかは、まあ、ラジオきっかけです、ね、あ、そうなんだ。そうなんです。ね、カフェの、ね、従業員さんだったりとかタレントの方なのか、 どういう経緯なんだろうなってちょっとこう今こう収録しながら思ってたんですよ。ああ、カフェの従業員。ああ、でもっぽいですね。ね、そうかな、そう、うん、昔ながらのこう空気感もあったから。ああ、そうですね、うん、俺らの話になってっちゃうから、やべ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 、すいません、収録を元に戻します。小野伸さんの話じゃなくなっちゃう。ちょっと楽しい。僕がゲストでした。そうでした、すいません。そうです、ゲストです。はい、失礼しました、はい、なんかじゃあそういうイベントとかね、はい、いっぱいやられてるってことで。でもあのサッカーはよく見るんですか？あの大きいサッカーとかはなんか見てたり、どっか応援してるチームっていうのは特別に応援してるチームっていうのはないんですけど、サッカーも好きですし、フットサルもね好きなんですよ、見るの好き。まあ、野球とかもね、こう何でも好きで見るのは全般好きですけど、やっぱサッカーは特にね楽しいですよね、やっぱ見るのはね。やっぱじゃあフットサルね、あのやっぱサッカーと全然違うんだよね。そうですよね。なんか本当になんか同じように思うんだけど、やってみると全然違うぐらい思う。つくづく本当そう思います、関わらせてもらってね。結構コートが小さい分難しさがあるとかいろいろ聞いたことはありますけど、まあ、動くのもすごく短距離をスプリントを何回もするようだし、そうですね、でもみんなで楽しめますよね、フットサルって。前回は思いました。そうですよね、サッカーよりもこう年齢の幅が広くても同時にねこうプレー楽しめるっていう利点はありますよね、フットサルはね。ありますね、うん、あの前回 その先ほどあの話した商工会議所って本当にいろんな年代の方でサッカーのあまりこうやってきてなかった人だったり、うん、ね、昔やってたっていうのもあるんだけど、はい、みんな楽しめる、本当ですよね、初めて体験したんで、うん、そういった意味で言うとまだ日本はフットサルはそこまで浸透してないですよね。こう、そうなんですよ、趣味で集まってやるとか、うん、ちょっと小猿大会やるとか、うん、そういうイメージが強いですけど。そうです、でも特にね、あ、
特に埼玉県やっぱサッカーがこうね、うん、レッズとアルディージャがあるぐらいこう普及してるんですけど、うん、フットサルはまだまだこう発展途上な市場で、うん、ですからこう仲間と一緒にこうフットサルクラブでこう地域を盛り上げたいなって思ってるんですよね。で J のチームでもフットサルチーム持ってるところもありますよ ね, 今ね。ありますし湘南とかベルディもベルディも、うん、海外に目を向ければ、うん、バルセロナもこうフットサルクラブを持ってたりとか、みんな幼少期にはフットサルを通じてこうネイマール選手とかロナウジーニョ選手とかああいうねこう世界を代表するサッカープレーヤーになったりとか。そうですよね。フットサルっていうのはこう育成にもめちゃくちゃ特化してて、ね、サッカーよりもやっぱコートが狭い人数も少ないのでその分ボールをね持つ割合も高いわけですね。ですしコートも狭いからディフェンスの距離もこう、ね、狭い中で近いからこう判断のスピードも速くしなくちゃいけないからもう成長にもね使えるのでサッカーのためのフットサルっていうねそんな位置づけでもまだまだ伸びしろはある競技だと思います。確かに、うん、そう聞くといや本当ね、あの多分きっかけがあればなんかこうやってみたいってことはいっぱいいると思うんだけど、そういうイベントとかのきっかけがないと一、うん、人でいきなり行くっていうのもちょっとハードル高いし、そうですね、ね、作家仲間が知り合ったちょっと誘ってもらったとか流れが多分多いと思うんだけど、ああいうふうにちょっとね、いろんな人が関われるイベントが増えれば多分参加する人は多分いると思う。確かに、 こう人数がね集まらなくても、うん、そこに行ったら、うん、まあ、組んでできるとか、はい、そういうのがあったりしたらね、もっと気軽に行きやすいですよね。確かにそれは僕の仕事かもしれませんね。こうまだねまだまだできることありますね。ただね、あの今まではちょっとこの数年間はね、はい、コロナの影響とかでいろんなイベントとかがこう少しあの縮小されてきてましたけど、はい、だんだんそのねマスク外していいとかそういう流れにもなってきてるんで、そうですね、もうなんか僕はねもうほら J リーグもマスク外してあの解禁になったじゃないですか、うん、もうどんどんイベントやってもらいたいなと思うんですよ。本当ですね。もう小野心のそのもうあれですよ、もうイベント役に立てるかな、ね、いやできますよ、はい、いろんなねイベントでここまでこうパワフルな運営に携わってる人いないんじゃないですか。本当ですか。しかもこう裏方のみならずっていうのがまた新しい、まあね、もうね、まあ、オーバーラップが大好きなんだよ、ね、オーバーラップ一番後ろからうまいっすね、本当に出てくる出てくる確かにフォワード超えてくるじゃないよ、頼んでないけど出てくるっていうね、出てくる、もううまいなもういやでもそういう形ではすごく通じるんで、うん、だからこういうイベントやってみたいとかいうそういうのはあるんですか。なんとなくね、やっぱりさっき言った第三者じゃないけど地域の問題を抱えてるのをスポーツで解決するとか、企業がもっとこういう商品とかこういうのを打ち出したいな PR したいなっていうのをスポーツで PR するとか、なんかそういう第三者の役に立てる課題を解決するっていうところにスポーツで解決したいなっていうのはあります。それこそこうスポーツがもっとこういろんな人にこう、ね、認知してもらったりとか活用してもらえる要素になると思うので、うん、そういった活動を、ね、イベントとかにつなげられたらいいなと思います。確かにそうだね。で例えばその地域の人たちが少ないとしてもすごいスポーツがこう盛んなクラブとかがあったりしたらそこに子どもたちが集まって、うん、まあ、結果としてその地域が盛り上がりますもんね。そうですよ、本当その通り。確かに高校とか大学とか、まあ、クラブとかで考えても、うん、きっとこのサッカーチームがなければもうちょっと静かな街だったんだろうなっていうところいっぱいありますもんね。本当そうよだ小江戸川越 FC さん、はい、多分ラジオもご出演されてると思うんですけど、はい、小江戸川越 FC さんはきっと同じような発想で自分たちのチームのスポンサーになってくださいと。でもスポンサーになってもらったらこう若い人材を派遣して例えば企業のこう PR するときには必ず応援に駆けつけますとか、こう皆さんの、ね、企業とか、ね、地域の元気の送るみたいなところで多分そのいただいた費用に対してお返ししてるような、うーん、それで地域でねこうそういうチームとねこう連携していったらそれがいろんな日本全国で起こったらなんかいいなって思いますよね。本当ね、なんか本当にあの小野ちゃんの言ってる通り、うん、小江戸川越 FC さんのこういうの
つながりとか見てると本当小江戸川越 FC がなければ出会わなかったところが、うん、絶対ありますよね。こうくっついて、はい、でそれが今度なんか仕事の話とかをしてるシーンをよく見るんで、うん、はい、あれって本当すごいなね。もうスポーツが持ってるサッカーが持ってるあれですよね、うん、パワーですね。そうね、そういうのが僕好きで、うん、こうね、こういう仕事が続いてるなっていうのは本当にあります。いやーすごいですね、うん、でもなんかこう話聞いててこれからどん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 ビッグになっていくような気がしました。マジっすかそれ芸人じゃないからね、今芸人みたいに今ビッグになってる。確かに確かに芸人扱いでしたよね今いじり方が、ね、違うよ、うん、違いますよ。 ありがとうございます。でもなんか一つ勝手に素朴な質問なんですけど、はい、フットサルリゾートっていっぱいありますよね。はい、川越と鶴ヶ島にあります。 でも多分2校かな。はい、あ、長谷さんのところは違うか。あれはなんだ、ポイントだ、フットサルポイントだ。フットサルポイントさんはこれはもうフットサル業界を一番元気にした一番最初の第一役者の会社ですね。なるほど。全国にバッてこうフットサルポイントっていうフットサルコートをもうたくさん作って、運営会社、そう、あ、まあ、フットサルコート会社ですね。コート会社、はい。でそこからフットサルのコートも工事できますよとか、フランチャイズ募集してますよっていうところまで行って、だからいろんな各地に一般だ。そういうことなんですね。そうです、はい。でもフットサルリゾートさんもやっぱそういう風にもう手掛けてやっていきたいですね。あ、やっぱり、やっぱこう出会いと体験っていうものをコンセプトにこう、うん、まあ、僕はこうフットサルポイントさんちょっとだけ違うのが、まあ、生活の中のスポーツとか街の放課後みたいな場所にしたかなって思ったので、こうショッピングモールとか人が集まるところにこうフットボールするところがあって、こう買い物のついでにお子様預けて一緒にここでね会ったりとか、地域のコミュニティとか、まあ、学童みたいなところにスポーツがあるような、うん、そんなイメージで僕はお店広げられたらなってちょっと思ってます。なんかフットサルってね、こうネットで囲まれてて、うん、あの託児所みたいな雰囲気をね、はい、託児所って家の中だけど、はい、別にあれが託児所みたいにはなりますもんね、はい。まあ、こうフットボールを通じてもう少し街のコミュニティステーションみたいな位置づけで多店舗できたら、今のこの時代の課題にもちょうどこう刺さるんじゃないかなって思ってて、確かに。だって小野ちゃんがね、子供見てくれてたらみんな子供楽しがるでしょ。いや本当ですか。でも本当に、うん、あの ACT 参加させてもらった時も、はい、子供たちすごい楽しそうで、うん、それに応えるかのように、ね、しっかり盛り上げていてすごいなっていや頑張ります。なんか今日嬉しいですね。いやいや、な嬉しいですか。嬉しい。しかもなんかお二人はやっぱいろんなゲストをこうね、こうお迎えしてる中、僕にこういう印象を言ってくれるっていうのはなんか嬉しいですね。嬉しい。だっていろんな人見てるわけじゃないですか、お二人は。あ、見てますよ。少なからずもいろんなゲスト。ねえ。だそんな中でこういうね話をしてもらえるっていうのはめちゃくちゃ元気出ます、僕の方こそ。うわあ、すごい。今ね、選んだ道をやっぱもう進むだけだって思う、改めて思いましたよ。いやでもなんかね。いろんな今までやってること取り組んでること、これからのことを聞くとなんかね、いろんなところに本当におのしんがいろんなところに出てくるんじゃないかっていう。マジっすか。行きますよ。いや行きますよ、行きますよ。ねえ、そういうなんかいろんな宅地所とかそういうの素晴らしいなって思いますね、うん、いろんなね預けたくてそこにサッカーがコラボしたらね、すごく面白いだろうし、いいですよね。まあいろんな難しいハードルあるかもしれないですけども、でもすごくいいアイディアっていうか、聞いたことないアイディアなんでチャレンジしたいです。しかもこうやっぱりそういう幼少期からフットサルなりサッカーに関わっていたら、こうもっと日本のサッカーレベルが向上しそうです。そうだね、うん、それもあるかもしれないですね、うんうん、もっとなんかね、保育所とかがこう子供たちに自然とサッカーのフットサルコートでサッカーやるような機会があったら、うん、なんか今さっき言った通りね、日本のサッカーにこうつながるだろうし、うん、人口が増えるだろうし、うん、まあ、子供が今少なくなっていく中 ね、どういうふうに子供に機会を与えるかっていうのはもうポイントっていうか。そうですよ ね、やっぱりなんかこう世界的に見るとサッカー人口って増えてるみたいで、うん、やっぱりだから日本もその波にはちゃんと乗っからないと、うん、いろいろね遅れがどん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 広がっていっちゃうし。絶対そうだよね。世界の人口は増えてるけど日本の人口はめちゃくちゃ減ってますからね、単純に言うとね。めっちゃ減ってるね。大変な問題ですよ。でも小野ちゃんの場合はあの今場所があるから。
子供たちを呼べる場所があるっていうのはすごいことだし、うんね、ちょっとあの海外で活躍するような選手がどこでサッカーやったかって時にいい、ね、フットサルリゾート鶴ヶ島でやり始めたなんてコメントが出たら、はい、こんな夢の話ない、ね、取材来ちゃいますよ。あ、嬉しいです ね、 ね、そこでサッカー初めてボール触ったみたいな、うんうんうん、そういうのがあっていいってことだよね、うん、いきなり大きな、ね、外の土のグラウンドとかじゃなくても、うん、はい、もっとちっちゃい子が最初にボール触るのがフットサルコートみたいな。いや、いい、絶対いいと思います。それ海外はそういうことってことでしょ。スペインとかもっと身近にフットサルがあるから。間違いない、間違いないです、うん、はい、そういうところにはこう追いつけないですよね、今のままだと ね、 そうね、もっといろんな風に知ってもらうっていうのは、まあ、どの業界もそうなんだけど、うん、もう間違いないですよね。間違いないですよ、うん、しかもなんかフットサルコートだったら親御さんも安心ですよね、うん、こう2歳とか3歳とか4歳とかのちょっと目を離したらどっかに行っちゃうような世代でも、うん、あのコートの中には絶対にいるっていう、うん、安心感があるし、安心感あるよね、うん、ね、確かに確かにそういう側面もありますね、転んでも本当安心だし、安心だし、はい、うん、まあね、いろいろ話聞いてきてんだけど残り時間が少なくなってきたんですけども、はい、なんかこう今後の、皆さんに発信したいようなことがあればぜひお伺いしたいんですけども。ありがとうございます。まずは、まあ、少しキンキンになっちゃうんですけど3月19日に鶴ヶ島フットサルリゾートに佐藤久人さんがお越しくださって先着100名で無料のサッカー教室を体験できる機会があります。で今まだまだ、参加枠は空いているんですけど、まあ、この収録日でもしかしたらね、少し満了には達してしまうかもしれないけど、キンキンになると大体こうちょっとキャンセルが起こるんですよ、無料参加っていうのは必ず。まあそうですね、いろんなこのご時世だし、はい、はい、なのでこの収録聞いていただいた方、ね、なかなかない絶好の機会ですので、川越の方も含め無料で申し込めますので、鶴ヶ島フットサルリゾートにお問い合わせいただければと思います。先着っていうのは、まあ、その電話とかで問い合わせた順っていう感じなんですか。一応インターネットの応募フォームがあるので、なんか概要欄に貼ってもらうとかもできるんですか。あ、いけますよ、ね、全然大丈夫です。あ、じゃあそれでいきましょう、投稿に、うん、じゃあ概要欄にも話してください。はい、もちろんです、もちろんです。もうこの鶴ヶ島にあの佐藤久人が来るっていうのは、はい、あまりねすごいことだと思う。ないですよ、ないですよ。いやー、すごい。そういう風景っていうのは小野心のそのサイトとかあのインスタとかでも見れるんですか。確かにそれも楽しみにしてほしいですね。絶対あげますよ、もう。要チェックですね。要チェックね。何々の小野心、俺何の小野心なんだろうな。何の小野心なんだろうな。絶好調の小野心じゃないですか。日向さんに迷惑をかける小野心とかね、うん、もうそうだね、そっち系ですよね、うん、狙いどころとしてはね。俺はそっちからなんかピタゴラスイッチの音楽とか流しながらなんかこう、あ、面白い。あ、いいね、いいね。やってた、完璧ですね。完璧ですね、うん、佐藤さんがちょっとこう点々点になるみたいなね、そうそう、感じいいですよね。そう、点々点になる。あのちびまる子ちゃんのね、ああいう感じになるからね。そう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 。いやー、面白いですね。面白かったですね。はい。あっという間の時間になってしまったんです。あっという間ですね。もうですか。あっという間ですね。はい。では今後もね、イベントとかは小野心さんのインスタグラムとかで見られる。もうめちゃくちゃ発信します。楽しみです。皆さん要チェックですね。はい。小野心でいいんですか、インスタは。はい。が。では検索出てきます。検索出てきます。あ、わかりました、はい、ぜひチェックしてもらって。はい、ということで本日のゲストは日本愛犬代表の小野真一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴゴスポー。ありがとうございます。この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。